秋文君は当州の君主。一説に衆王として即位したと伝わり、姓は姫で、忌名はすぐるというため、君決とも伝わる。式や戦国策などの信頼できる史料に忌名の記載がなく、後世の家父による伝承に過ぎないなど、諸説がある。それによると、青州の観光の彦と伝わり、祖父は青州の遺構で、父は当州の恵み公と伝わる。 東州の恵み公はその兄の青州の恵み公と争った。後に宗家の赤王の生前に東州公となった。秋文君の存在は諸説があり、父とされる東州の恵み公と同一人物とする説、天使として即位して慶王を称したとする説、東州の最後の君主文君であったとする説、兄とされる。 東州の武君と同一人物とする説、東州の安志公と同一人物とする説などがある。赤王の死後も、秋文君の東州公くらいあるいは、州王位は7年間存続した。州の王権の象徴である旧家内は、彼の手中にあり、ある程度の君主権を確立していたとは推定される。ただし旧家内は、赤王の死をもって、真に奪われたとする見解もある。赤王の死後、 秋文君は、その力を借りて六国の諸侯を連合させ、旗を討伐しようとしたが失敗し、その統治する地域は旗に奪われた。秋文君は、両不尉により殺害されたとも、幼児に厚むに移されて、周宗室の祭祀を継承したとも伝えられている。ありがとうございます。